正月の鏡餅を抱えた女、水野敏方が、鏡餅と桃太郎、勝川春帝が、鏡餅とは、日本の伝統である、餅を神仏に備える正月飾りであり、穀物紙である、年紙への備え物であり、年紙の寄り台である。鏡餅という名称は、昔の鏡の形に似ていることによる。鏡は、この世とあの世の境界と捉えていた。昔の鏡は、 正度性の丸型で、神事などに用いられるものであった。三種の神器の一つ、八鏡を形取ったものとも言われる。また、三種の神器の他の二つ、八坂に間が玉に見立てたものが、代々、天村雲県に見立てたものが串書であるとされる。神棚に飾った鏡餅プラスチックの容器に、充填した鏡餅平安時代にはすでに存在し、 当時に書かれた、源氏物語には、がための祝いして、餅鏡をさえ取り寄せての一節がある。鏡餅が、現在のような形で備えられるようになったのは、家に床の間が作られるようになった室町時代以降である。武家では、床の間に具足を飾り、その前に鏡餅を備えた。鏡餅には、譲り葉、のしあわび、エビ、昆布、橙イなどを乗せるのが通例となり、 これは、具足餅と呼ばれた。江戸時代の和漢三歳図絵巻十九には、天武天皇四年からの宗俗として、し気持餅の項に、お鏡これやと解説された祭り餅の図がある。これは、冷えや、きび餅のことで、冷え団子の類。個人は、きびや冷えを多用したが、江戸時代には鏡に似せて、餅米で円形に作るため、俗にお鏡と呼ばれたとある。なお、首都の後は、 日本北部のアイヌにも伝わった。アイヌ文化では、キビやアワの団子を、シトと呼び、玉祭のペンダントヘッドに相当する丸い金属の、板を、シトキと呼ぶ。明治29年から大正3年に刊行された、小汁園祭事部聖母餅付きの孔に、江戸前期の京都周辺の民間の収族を再録した、日時記事からの天才として、鏡餅についての解説がある。 関係箇所を要約すると、次の通り。旧暦の12月末の夜に和族として円形や皮脂表端型の餅をつき、それを神仏に備えたり母方の親族に送ることを鏡を据えるという。大きい円を鏡に似ていることから鏡と言い,い、その鏡餅の上に小さい円を乗せることは義である。その形が天に愛にいることから小さいものを星天という。なお、 星空に似る星点を乗せた鏡餅の色は黒かったようだ。1943年4月10日の大阪毎日、新聞に、昔でも、大洋食研究食料問題の指摘意義本上、小大学長公園と題する記事があり、そこには、江戸時代の初期国民は一般に増水、または黒米藩を常食としたと記されている。 また、江戸時代初期に活躍した松尾芭蕉の俳句に、花に浮世和が酒二六飯黒しがある。血まみれ、吉利と称された浮世絵師、月岡吉年が明治24年に描いた作品に、金太郎造家家がある。ただし、画中には、倉美吉と記されている。この明治期の浮世絵に描かれた鏡餅は白く、乾燥したようにひびが入っていて、 その鏡餅を割ろうとする金太郎の手には血のりのついた斧が握られている。そして、その金太郎の隣では、平安時代の小族の女性が鉢巻きをして、扇を持ち、金太郎に話しかけている。三種の神儀、または心臓を形取ったとされる丸い餅を使用する。一般的には、大小二つの平たい球状の餅と代々が使用されるが、地域によっては、 違いがあり、餅が三段のもの、二段の片方を赤く着色して、縁起が良いとされる紅白としたもの、餅の代わりに砂糖で形作ったもの、細長く伸ばしたものを渦巻き状に丸めて、とぐろを巻いた白蛇に見立てたものなど様々である。また現代では、代々の入手が難しい場合に、雲州みかんで代用するケースも見られる。また、三方に半紙を敷き、その上に裏白を乗せ、 大小二つの餅を重ね、その上に串柿、干しする芽、大昆布などを飾るようになっている。鏡餅の飾り方には地域によって様々であり、串柿がない地域や、餅と餅の間に譲り葉を挟む、地域、昆布とする芽を細かく切ったものを米に混ぜて、半紙でくるんだものを乗せる地域などもある。近年は、家庭内に飾ることの利便性と、 後で食べる際の衛生面を考えて、鏡餅が重なった姿を型取ったプラスチックの容器に充填した餅や、同様の容器に小さな餅を多数入れ、プラスチック製の台々などとセットにした商品が多く、各餅製造会社より発売されている。神仏に捧げる鏡餅を飾る場所として、床の間が最もふさわしいがない場合は玄関から遠い、 奥まった位置にするのがふさわしいとされる。正月が終わって下げた餅は、鏡開きを行い、餅を食することになる。鏡は円満を、開くは末広がりを意味し、また刃物できるのは、切腹を連想させるので避け、代わりに手や、きついで餅を食べやすい大きさに割って分ける。この場合、割れるとは言わず開くという。正月を過ぎた鏡餅は硬く、乾燥しひび割れているため、 主に汁粉や、雑煮や焼き餅、柿餅などにして食する。浄土新宗では、修正会の総合として、12月31日の朝のご行の後、夕のご行までに、打敷と共に総合として尊前に鏡餅を備える。正式な作法は、本尊前、祖師前は、趣味壇上に、三重の鏡餅を一つい備える。その他の尊前には二重の鏡餅を一つい備える。 また、味方ではなく、お式に白紙を敷いて飾る。鏡餅の上に台を乗せる。一般家庭の五内フッツでは、本村前の趣味壇上に、見えの鏡餅を一対備える。もし仏壇が小さい場合は、年功用の宅などの上に一対備える。備える日は、12月31日朝の凡行後から、夕の凡行前である。控える日は、 1>, 1月4日朝の言行後に打きなどの草言と共に控える。浄土新州では日のきくを選ばないという教義があり、上記のように大安などの歴中や語呂合わせによる日の良し悪しを選ばずに飾る。控えた後は汁粉などにして食べる。鏡餅はかつてはお年玉だった。今ではポチ袋に入れた現金だが、昔は年神様に捧げた供物を 課長が子供たちに分け与えていた。この一つが餅なのだ。その昔、年魂と呼ばれていたことからも、霊が宿っていることが伺える。年神様が運んできた運気と力が降りた鏡餅を、課長が子供たちに与え、家族みんなで先祖を食う。これが、お年玉の原点なのである。現代のように現金になったのは、江戸時代からだと言われてる。ありがとうございます。